急げ、次が来るぞ。おら、ギル、立て直す、援護するよ。これの皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと、まあ王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子、何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ、コールが車で待ってんだろ。ドラッド、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。ダメだな、こいつが外の厳しさが。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。はあ、俺も喉渇いて死にそう。おい起きろ。ほれ、頭き。つか、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい、せーの、よっしょ。ほんとないわ。ないよな、ノクティス王子。調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。グラディオ頼む。なんだ、一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても買わないでしょ。プロンプトは離してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。いい子に席変われ。さっき買ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー手痛い。おい手抜くなよ。はいはいはい。電話は？やはり話中だ。
ていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。世界広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょ。お前ら押してるか？押してるよ。押してる。もう近いはずだが。おい、待ってたよ。どれが王子？はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか？そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か？あ、まあ。親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっと締まった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるから、いろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。なんだ？レスタルムまで出てもいいかもな。展望公園があるだろう。へえ、辛いのかなこれ。うまそうだな。いらっしゃいませ。今日はどうするんだ？何が知りたいんだ？油断するなよ。ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。
まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん。あれ？まだ整備中だよ。どうしたの？金がなくて困ってる。稼げる仕事はねえか。ん？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろって、さっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。期待されてんな。いいとこ見せようぜ、おじい。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。じいじには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。そろそろ行くか。エーガネス、もう行くぞ。すぐ行く。まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。よノクト、武器交換できんだろ。敵に合わせて使え。これで満足だろ。よっ、フレンド参上ってね。よし、次の地点へ向かおう。よっ、次はこいつらだね。ガンガン行こう。ノクト、気をつけろ。ノクト、能力を使いすぎて固まるんじゃねえぞ。食べてガックしろ。おい、俺を殺す気か。腹が減ってきた。ちょっとと終わらせて飯食うか。見つけろよ。悪い。それ。やったね。あと一箇所。さっさと行くぞ。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったら、ガーディナと船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか。車の整備待ちしたらガーディナで船ね。こいつらで最後だ。気抜くなよ。
シフトブレーキして水のガードを崩せ。見てみる。シドニーから何だって。デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか。え、すぐ近くの小屋にいるらしい。気をつけろ、来るぞ。これ囲まれたらヤバそうだね。油断するとやられるぞ。ノクト！調子だノクト。ああ、うん、おい、あっちにも小屋が見えるぜ。いや、待ってくれ。提案がある。なんだあいつ。トウテツというモンスターだ。あの鋭い牙を獲物に突き立て、巣穴から引き出して食べるらしい。それさ、相当だね。性格的に偏りだって。誰かいるのか。あんた、ハンターのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か。ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。
倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだが、頼めるか。放置できないほど危険なんだな。情報を教えてくれ。恩に切る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。ノクト、人に被害が出てはまずい。ここは王子として地域の安全を守ろう。一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くの調べでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。どの辺まで行く？時間はまだいっぱいあるね。今日はここまでだな。ここでいいか？よし、テント張るぞ。一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ、大切に乗ろう。そうだな。見て、あれじゃない？デュアルホーンか。デイブの言う通り変種のようだな。放っておくわけにはいかなそうだ。危ねえだろ。悪かったって。待て。なになに？やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう？なんかぼんやりしてない？来るぞ。うわっ。おお、やった、すっげえ。さすが。まだだ。うわっ。さあ、こっからだぜ。エグス、ハンド。
やす。頼りにしてるぜ、軍師ども。みんな、ラディオ、頼む。ナイス、グラディオ。どうも。ねえ、電話。はい。見つけてくれてありがとう。デイブとも連絡取れたよ。あ、お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。工場まで戻っておいで。わかった。あ。さて、次の運転役だが。ずっとイグニスでいいんじゃない？だな。外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。俺同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈でな。いい天気だな。そうだな。よし、着いた。待たせたね。ほら、綺麗になったでしょ。こりゃもう汚せねえな。よし、じゃあレガリアと写真撮ろう。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？ああ、いいけど。ありがとう。まあ実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。ああ、そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。準備はできているか？あ、回復系のアイテム買わないとね。お、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。うん、ありがとう。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから、車はそのままでいいよ。届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？
ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。